和田正道は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンター北に所属していた元調教師。父は有限会社ア田牧場の代表者である、和田翔介。長男は調教師の和田翔一郎。獣医師の免許も所持している。1978年、美穂・野平雄二旧社所属の調教助手となる。1982年、調教師免許を取得する。百八十三年、 旧社を開業する。3月12日、初出走となった中山競馬場での第7競争は、スーパーモーメントが15着となる。5月7日に新潟競馬場での第7競争で、スーパーモーメントが勝利し、延べ14頭目で、初勝利を挙げる。1987年、中山頻馬ステークスを、カツダイナミックが制し、重賞初勝利を挙げる。 1997年2月19日に管理場が地方競馬で初出走し3月4日に管理場が地方競馬で初勝利を挙げるこの年にデビューしたホカリトシヒコ騎手が旧社に所属となる2004年 JRA の短期騎士免許を取得したセバスチャン・サンダースの身元引き受調教師となる2004年度の優秀調教師賞と優秀 旧社スタッフ賞を受賞した。2018年2月28日付で定年のため、長教師を引退することになった。ふとじは、文科生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。